くそ、一体どこへ。どうしたんだあの人。なんだか見覚えあるような。声かけてみるか。あ、うん。どこへ行ったというのだ。あの、どうかしました。あれ、君はもしかしてうちの大学で噂のイケメン君か。はいとは言いづらいですが、きっと同じ大学だと思います。相原君だったか。うちのサークルの子も話をしていたよ。ああ、だったら間違いない。こいつは相原瑞希で、俺はこいつの友達です。おお、やっぱりそうか。いや、こんなところで会うなんてな。さっき深刻な顔をしてましたけど、何かあったんですか。ああ、そのことか。実は今、俺はとある人物を追っているんだ。奴を止めなければ、きっとまた犠牲者が出てしまう。犠牲者？何か事件でもあったんですか。事件といえば事件だな。同じ大学である君も知っておくべきだろう。それじゃあ、僕たちの大学で事件が。口に出すのもおぞましい。そんな悪党が俺たちの大学に在学しているんだよ。奴のせいで多くのサークルが犠牲になったんだ。そして俺のサークルも解散に。一体どんな人なんです、サークルを解散に追い込むなんて。そんなこと恐ろしくて口には出せないよ。本当に恐怖だ。部長さん完全に弱ってるじゃん。だったら僕が力になります。同じ大学なら僕も当事者のようなものですから。おお、本当か。はい、もちろんです。その人のこと少しでも教えてもらえませんか。ああ、そのくらいなら口にできるだろう。そうだな、悪党は今アニソン研究会にいる。おそらく内部崩壊に向けて着々と準備を進めているところだろう。きっと秋葉原でカラオケをしていると思う。だが店が多くて困っていたところだったんだ。アニソン研究会にカラオケですね。わかりました、手分けして探しましょう。ねえ朝日、どこか心当たりはないかな。それだったら中央通りのバサラだな。アニメコラボにも力を入れてる店なんだ。とりあえず行ってみようぜ。ことなんだよ。あの、すみません。ああって、相原瑞希くんじゃないか。瑞希、知り合いか。うん、同じ大学だと思う。まさか相原くんみたいなイケメンに声をかけられるなんて。今日はいい日なんだか、それとも悪い日なんだか。悪い日っていうのは。ついさっき僕のサークルが解散したんだ。もしかしてアニソン研究会ですか。その通りだよ。それじゃあやっぱり噂の悪党が。悪党ってあの子のことだよね。天使だと思っていたのに。なあ瑞希、この人泣き出しちゃったけど。うん、きっと辛かったんだよ。あの、知っていたらで大丈夫なんですけど、その噂の人物は今どこへ。きっとアニメ同好会だろう。今日も秋葉原で活動しているみたいだからね。アニメ同好会か。だとしたら行き先はいろいろとあるよね。よし、片っ端から見て回ろうぜ。妄想球入っとくっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。あの、すみません。あれ、君はうちの大学の相原だよね。
なんだ、また同じ大学の人か。ってことはもしかしてアニメ同好会の人ですか。え、僕のことを知ってるの？相原に知られてるなんて、なんか光栄だな。いえいえ、僕もちょうどあなたたちを探してたんです。アニメ同好会は大丈夫ですか？なんでもサークル潰しがいるって聞いたんですけど。ああ、そのことか。ちょうどよかった、話を聞いてくれよ。ああ、この流れって。だからうちのサークルはもう。そうですか、大変だったんですね。相原に慰めてもらえるなんて、それだけで俺は自慢できる。って自慢してる場合じゃないでしょ、サークル解散しちゃってるのに。まあまあ朝日。だって相原は2年でも成績はトップクラスなんだよ。密かに思いを寄せてる女性も多いし、これはね、光栄なことなんだよ。だってよ水木。大げさだな。きっと彼女も僕たちなんか遊びだったんだ。最初から相原みたいな男が良かったに決まってる。また泣き出したぞ。ま、話の展開が見えてきたけどさ。え、朝日は分かったの？伊月、お前はもうちょっと周りを見た方がいいぞ。で、その悪女はどこにいるんすか？う、パソコンサークルに戻るって最後にそう言い残して消えたよ。ってことはジャンク通りかな。水木、行ってみようぜ。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。やってるやってる。どういうこと？ねえ姫、次はあのお店なんかどうでしょう？ちょっと気分じゃないかな。それだったらこっちはどうだ？姫が気に入ると思うぜ。それいいかも。姫、どういうこと？今日は僕のお気に入りの店に行くんじゃないの？だってこっちも素敵なんだもん。だけどあのお店も捨てがたいかな。本当ですか？それじゃあさ、あのお店に行きましょうよ。さっきこっちがいいって言ったじゃん。なのに邪魔すんなっての。邪魔してるのは君だよね。今日は僕が選んだお店に行く約束だったのに。彼ら多分同じ大学だと思う。だろうな。そしてあいつらがパソコンサークルだ。どうして分かったの？ほら続きを見てろ。もうみんな私のために喧嘩しないでね。ですけど俺のお店気に入ってくれたじゃん。だから僕のお店に行く約束じゃ。もういい、あなたたちとは一緒にいられません。それは俺のセリフだぜ。こんなサークルやめてやるよ。僕もです。姫さんは誰にも渡しませんから。ほら、こうやってまたサークルが解散した。きっとあいつが噂の悪党だろう。どうして？あの姫はな、サークルクラッシャーだ。きっと何股もかけてたんだろう。え、何股も？そろそろ止めてやろうぜ。私のことで争ってくれるのは嬉しいよ。だけどみんな仲良くしてね。はいはい、そこまで。あなたはもしかして？え、相原瑞希さんですよね。あの、私ずっと気になっていたんです。え、この展開やばいぞ瑞希。もしよかったら連絡先とか教えてもらえませんか？やっぱり僕たちなんかよりこのイケメンがいいんでしょ？嫉妬しないで。ごめん、連絡先は教えてあげられないよ。え、どうして？
だって君、何またもしてたんだよね。違う、みんなが勝手に勘違いしただけなの。勘違いさせるようなことを君がしてたってことなんじゃないかな。だからね、もっとみんなの気持ちを考えてあげて。誰しもが言葉にできるとは限らないんだよ。僕が言いたいのはそれだけ。だから君もこれからは考えて行動してね。はい。きっとこれで大丈夫だよね。だけどどうしたんだ。水木にしては熱くなってたけどさ。彼女たちはサークルの仲間なんだよね。だからその関係を大切にしてほしくてさ。もしかしたら突然仲間に会えなくなることもあるから。そっか。それじゃ行こっか。待ってください。私こんなに厳しいこと言われたの初めてです。それで自分の過ちに気がつきました。心を入れ替えます。だからどうか連絡先だけでも。なあ水木、どうやら余計なお世話だったみたいだ。
敵は3対1、先制でも油断大敵っち。まだまだ、いや、あった、敵を解放っち。今が勝負っち。やるだろ、あっち、あと1対1、さっさと終わらせろっち。敵がいるっち。敵は2対1、先制攻撃なら余裕っち。見とけよ、もっと頑張れ。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。